朝のホームルーム始めるぞ。あれ天野君どうした？俺今日欠席の連絡来てないぞ。いや、わかんないです。私も連絡来てないです。まあどうせゲームでもして寝坊してるんじゃないですかね。マナキン、お前遅刻だぞ。12349回、やっとこの世界線にたどり着いたか。は？おお、アナキン、どうしたんだ？今日は随分気合入ってるな。アナキン？ああ、この世界線ではその名前で呼ばれていたのか。世界線？アナキンか、本当にどうしたの？アナキンはこの世界線での仮の姿。我が真の名は雷鳴と閃光の覇者、ライトニング・ライデン・マキア。オフ。ある日俺はこことは違う次元、異世界アッシャーに飛ばされ転生した。そしてそこでドラゴンに育てられ、元の次元に戻るための修行を始めたのさ。だが転生した俺の存在は次元を狂わせる異物。さまざまな歪みが生まれ、悪魔が流れ込み、両方の世界が滅びかけた。だが輪廻の雷を操ることができた俺は、12349回の挑戦をし、無事両方の世界を救ったのだ。なんだその胃もたれする設定。先生、あれって、まあ、バドミさんは、あれはあれだ、男が必ず一回はなる、まああれだ。わからない人のために説明しよう。この狂気じみた見た目の生物を中二病と言い、それは名前の通り主に中学2年生頃発症する病気である。この病に侵されるとこの世のものとは思えない気の狂い方をしてしまい、自分のことを暗黒神や堕天使の生まれ変わり、左腕に獣を封じ込めているなどと思い込んだり、ダークサイド、バルムンク・フェザリオン、アイザク・シュナーヤーなど胃もたれする言葉を発するようになってしまいます。ですがそれは設定上の話であり、実際はバチクソに陰キャラなので基本的には雑魚です。それが奇跡的な頭の悪さを持つ生き物、中二病です。何があったっていうの？それかルルーシュに白金木、誘白のヒエに八神ライト、五条悟にキリト、中二病が大好きっぽいキャラ全揃いじゃん。なんか一人わけわかんないの混ざってるけど。そういえば週末はアニメ見まくるとか言ってたな。二日で染まったのかよ、随分急ごしらえだな。まさかクラスの気になる男子がこんなことになるなんて。こんなの続いたら私好きじゃなくなっちゃうよ。これは私たちの未来のため、絶対に元に戻してやろう。であるからして、ここの、くそ、また暴れてしやがった。くそ、こいつ、始まった。どうしたの？ただの人間のパドメさんに説明してもわかんねえだろうけどよ。うるせえ。そうなんだ、いいじゃん説明してよ。いや、これは暗黒神バラハラと戦った時に奴を倒しきれなくて右腕に封印したんだ。あ、ちなみにこれは奴を封印した時に発言したライマガンなんだ。あ、そうなんだ。あ、暴れるな。ああ、こいつはタイマチン製剤さ。俺の第二の師匠であるアスタロマジョからもらったんだ。こいつで暴れ出すのを抑制するのさ。嘘つけ。もうクソ、ゴールドジムって書いてあるけど。まずい、このままだとアナキン君本当に帰ってこれなくなっちゃう。元のアナキン君に戻さないと。ねえ、アナキン君、授業中ゲームやらないの？え、ゲーム？この世界線の俺はそんな幼稚なものをやっていたのか。バカバカしいな。あ、ホライゾンのスパレジャー取った。え、マジ？これ、向こうの世界にもホライゾンドラゴンっていうのがいて、しっかり着いた。元のアナキン君の人格が残ってるみたいね。さっさとシンコライデンなんちゃら出てってもらわないと。ほらお前ら、ちゃんと授業聞け。あ、はい、すいません。おい、アナキン。なんだ、薄毛なるものよ。薄毛って、先生は薄毛でもハゲでもねえよ。お前、それにどうしたんだ。教科書とかさ、もう文房具とかも何も出してねえじゃないか。お前せめてそんくらい渡せよ。お前、勉強などは12349年生きた俺には無意味だが、まあこの世界にも溶け込まなきゃな。うぜだせー。
なんだその筆箱、なんで封印してんの、てか何封印してんの。しかも元がドラゴンボールの筆箱ってのがまたダセー。てかよく見たらそれ爆って書いてあるんじゃねえか、お前それ起爆豚じゃねえか、爆発するぞ。ねえ一応聞くんだけどさ、なんでそれ封印してんの。ああこれか、これは俺が異世界で使っていた神器が封印されているんだ。なもん学校に持ってくんな。ふん、久々に封印を解くとするか。いやハサミでやるんかい。中身は普通なのかよ。なんだそのかつての相棒を見るような目は。想像をつかさどる黒き槍。鉛筆だろ、消しゴムだろ。過ちを消したる神のかけら。ダセえ。下敷きだろ、決して表舞台には現れぬ影の守護神。ちょっとセンスあるぞ。なんなん。はい分かった、全てを伝令する強鉄の神器とかでしょ。ゴッテツ将来ドイツ語。悔しい、ちょっと面白いの何なんだよ。やっぱりアナキン君ってどんな時でも面白いな。そうよね、こんなことで冷めちゃうなんてキリ丸じゃないんだからね、アナキン君。いやごめんそれはないわ。いやちょっとってか結構冷めたわ。あこれか、これはドラゴン語でな、これを読んでしまうと祠一帯が吹き飛んでしまう、魔法が炎症されてしまうが、歯止め様には読めないから安心しろ。あそっか、もうダメだこいつ、ドラゴン語とか言い始めたよ。全集結コカ・コーラ・エスプーマ。この世界ではやはり魔力総量が足りないか。もう手遅れかもしんないわこれ。はい、じゃあここからは、実験をしていきます。これアンモニア噴水実験をするから、まずはアンモニアを。あこれは何てものを、一体何てことをしようとしてるんだ。あこれはアンモニア噴水実験だ。アンモニアは刺激物だから取り扱いには十分注意して。こんな薬品クロマトの金書でしか見たことないぜ。いけこれはまさか、いや実際に確かめなければ。おはるきやめ。激おしめ、あんなやべえ薬品を授業で使うなんて、うん、あれは隣のクラスの女子か。あれはあれはアナキン・スカイウォーカーくん。あ久しぶり、ってか私が出るのが久しぶり。あーやっぱかっこいいな、なんかちょっと雰囲気変わったけど。顔もかっこよくてプロゲーマー目指してて、練習も2億って噂の。もしもし、俺だ。ん、この時間に電話しないでくれって言ったじゃないですか。分かってます、今日中にやるんで。で、相手は誰ですか。あ、ねえねえアナキン君、今誰と電話してたの。それは言えないよ、言ったら君を消さなきゃいけなくなるからね。ああ、そうなんだ。もしもし、すいませんがさっきの話、なしにしてください。金はいりません。死ねない理由ができただけですよ。俺はこの人を守らなきゃいけない。キモ、死ねや。完全に俺の魅力にノックアウトされたようだな。アナキン君こんなとこにいた。え、てかさっきのあれで話してたの、え、大丈夫。いや、これはさっきヤンキーに絡まれてな、その時魔法を使った後遺症だ。言い訳苦しい。だって何翔さんでヤンキーってそんなのいるわけない。おいてめえ。いや、いるんかい。こんなキャッハーしてる翔さんどこにいんだよ。キャッハー、はい、言ったよ。おいおい、てめえかよ、調子乗ってるアナキンってのはよ。じゃ無理やりすぎだろ。俺はそんな下船な名前じゃ。親からつけてもらった名前下船言うな。我が主人の名前はグライデンマジア。ダセ、おいヒャッハーにも言われてるぞ。俺の右腕に封印されし打天使を今解放してやるぜ。おい、さっき暗黒神バラハラじゃなかったか。あああなんだ、雑魚じゃねえか。そうだよ、だからやめてあげて。俺を怒らせたな。
おいおい、まだやんのかよ。今こそ我がライバルを解き放つ時。たとえ建物の中にいようとが。まさか本当に。ああ、ジャッジメントナイツオン。俺の名前は獅子雄誠、パドメサは国取りを始めよう。どんかちげえノリだってぞ。その後アナキンの中二病はしばらく続いたぞ。調子こいてるアナキンってのはよ、やった。ちょっとプレスつかなかった。真っ白すぎて何かわからねえ。いきます。あっ、ナックス。なんか何これ。あれは隣のクラスの調子か。さあ、自分でいけるか。よーい、スタート。あただ、うわーやってきただけだよ。ちょっといけ、いけ、もう一回いけ。うわー。とか言って。意外と可動域がしっかりある。あー、取れてった。あー、出てきた。ちょっと中二病っぽいけど。え、小学生の小児病だよそれ。小児病。これあれやる。あれ絶対できない。あれ、あ、結構できてる、結構できてる。あーあー